大和田通信書にて2008年撮影。手前に見えるのがロングワイヤーアンテナ。ロングワイヤーアンテナはアンテナの一種である。文字通り長い導線を張ったアンテナで、主に長波から短波に置いて用いられる。通常は空中に張った導線と大地との間に、給電するが、良好な設置が得られぬ場合には、カウンターポイズも使用される。放射効率を高めるため、 導線を L の字を逆さにした形に貼ることがあり、これを特に逆、L 型アンテナと呼ぶ。受信用の場合には、導線の長さはそれほど厳密に決めなくても実用に耐えうる。しかし、送信用の場合には、空中線と給電線との間でインピーダンスを整合させることが必要である。インピーダンスの整合には、コイルとコンデンサを組み合わせた整合回路が用いられる場合が多い。 その目的として、可変コイルと可変コンデンサを組み込んだ装置をアンテナカップラーまたはアンテナチューナーと呼ぶ。近年ではコンピュータ制御の自動アンテナカップラーを内蔵したアマチュア無線機もある。全長が運用波長の1、4より短い場合は放射効率を高めるためにコイルや容量感を挿入する、あるいは導線を複数平行に転調して、 対地静電容量を高める場合もある。ありがとうございます。